新年明けましておめでとうございます。サンドの、新春放談、スペシャルということで、新年明けましてですね、2005年の、今日は1月9日ですけれども、何かこのめでたい新春のうちにですね、新しい年を迎え、またその今の時代がどういう時代かと、そういうことを考えるような、まあ、お話をなんとなくしてみようかなというふうなことで、ソーシャルアーティストネットワークフォーデモクラシーサンドの、今日はあれですかね、運営委員になるんですかね、これはね、運営委員の皆さんで、集まっていただいております。ということで早速なんですけど、今日のテーマは、00年代とはどんな時代かっていうテーマでいきたいんですけど、1960年代、70年代、80年代、90年代っていうふうに 10年ごとに時代を区切っていった時にですね、それぞれの顔があったと思うんですね。60年代なら学生運動があったし、70年代ならばその挫折感みたいなものがあったし、経済的に考えれば高度成長、安定成長で、80年代でしたら、まあ、バブル、文化的に見たら、まあ、サブカルの時代だったと思うんですけど、で90年代はどんな時代だったかっていうんで、まあ、さっきこのカメラ回す前にいろいろ話し合ってたんですけど、まあ、やっぱり自分探しとかいうことが、まあ、キーワードとしてあったんじゃないかと。で、まあ経済的には不況の時代であり、アイテムとしてはインターネットの時代であり、でサブカルチャーで見るとエヴァンゲリオンみたいな作品があったってことで、割と90年代までは顔がよく見えた時代だったなと、時代の顔がねっていうふうに思うんですけど、00年代に関しては意外とですね、誰も議論もしないし、顔もよく見えないと。まあ、2000年代っていう言葉自体がね、なんていうか、1910年代とか言うけど、1900年代って普通は言わないですから、なんていうか、言葉にしづらい部分があるのかもしれないですけど、うんたら年代って言った時に2000年代ってなんか気持ち悪いじゃないですか。で、まあ、っていう事情もあるんだろうけど、でも00年代について議論してる人が非常に少ない。で、ただ社会学者の佐藤なにがし氏がですね、その不平等社会日本とかっていう中古新書の本の次に単行本でその00年代の格差ゲームっていう本を出してたと思うんですけど、その00年代の格差ゲームぐらいしか21世紀の最初の10年間について日本の論壇で語られてる本他にないんですね。で、じゃあそのというのはなんでかって、多分90年代以降のその経済的な不況がまだ続いているし、その、どうも90年代の惰性でですね、00年代が規定されている部分もかなり大きいんだろうと思うんですけれども、で、まあ、だから10年単位で時代を区切って考えるってこと自体がすごく恣意的だからどうなのっていうのはあるんですけど、まあでもひょっとしたら何か根本的な、例えば文化だとか、あるいは人の メンタリティだとか、まあ、政治経済含めてもいいですけど、ひょっとしてでもこの10年を区切ってみて、まあ、進行形の10年ですけどね、今2005年なわけですから、あとまだ5年ぐらいあるわけですけど、でじゃあその半分まで来た2021世紀の最初の10年っていうのはどういう時代だったかって、どういう時代になるか、あるいはどういう時代であるかっていうふうなことを今日は漠然と語り合ってみたいというふうに思います。で、じゃあまずメンバーの自己紹介からということで、じゃあ小屋君からどうぞ。じゃあ私はですね、サンド運営委員 の小屋と申します。で、キーワードって言っていいんですか、10年までの10年間冬かな、まあ、こうイメージで浮かんだのは、なんだろう、コロイド状の理科の実験で使う、何ですね、水溶液の中に溶質がこうふわ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 いてるような、ああいうイメージが浮かんだんですね。まあ、僕と密接に結びつくのは多分自分探しというゲームを多分2005年までずっとやってきて、まあ、ちょっとこの元旦にその、まあ、就職って話がかなり具体的になってるんですけども、まあそこを含めてやっぱりそのふわふわした洋室としての自己がすごく浮いてた時代なのかなっていうのがイメージとしてありました。はい、以上です。じゃあ石橋さん。サンドの石橋です。おめでとうございます。キーワード自分ちょっと正直わからなかったんですけど、ポップって書いたんですね。っていうのもなんか
よく人と話すことなんですけれども、広告一つとってもものすごく軽いようなものが多かったりとかして、で美術館に行ったりとかもよくするんですけど、それでもなんか意味のわからない一発芸みたいなのがすごくずらって並んでるのが多かったので、なんとなく軽いのかなと思ってこのキーワードにしました。さっきも自己紹介しましたが、大岡です。職業は演出家です。サンドのメンバーです。私は善悪の悲願ということで書いてみました。あんまり深いことは考えてない。しかし、で、なんでかっていうと、00年代に入ってからやたらとですね、論壇でかなり語られるようになってきた言葉に国益っていう言葉があると思うんですよね。日本の国益を考えればアメリカと付き合った方が得であると。で、その国益っていう概念はつまり利害関係っていうことですから、得になるか損になるか金になるかならないかっていうことを考えるのが国家の役割だっていうふうなこと で、戦争には常に大義を伴うことによってその戦争が遂行されるっていう面が20世紀に入ってからあったわけですけど、つまりイデオロギー的に何か正当化できない戦争は戦えないというようなことがあったと思うんですが、そのアメリカが大義なき戦争を始めて、でその日本もそれに付き合っちゃって、でその時にその保守論壇の人たちもそのイラク戦争に対しての大義、まあ、アフガン戦争はちょっとまた別だったと思うんですけど、イラク戦争に関してはその、どういう正当性が道徳的っていうかその倫理的な正当性がそこにあるかないかっていうことはもう議論しなくてもいいと、得か損かだけだっていうふうなことをそのなんというか大人の人たちっていうか国を指導する立場にあるような人たちやその思想的に尊敬されなきゃいけない人たちが公に露骨に言い始めてしまったということで、その、なんというか右翼的な議論ですけど、そういうその倫理的大敗を大敗だと誰も思わなくなってしまったっていうことが00年代で僕が一番気になっていることなので、だから日本人はもうその良し悪しを実は言えなくなっているんじゃないかっていうことで善悪の悲願に立っているというふうに考えました。以上です。これあ、そっちか。あ、デザイナーの川辺です。サンドのロゴを作りました。自分はですね、階級取り算っていうことですね。階級っていうのはもうご存知の通り、年収300万円生活を当然のように生きる世代、あと階級ですか、まあ、これから明確に現れてきます。で、その前にあったのがバブルの、豊かさなんですけれども、で豊かさのある時に日本人の大部分が、核家族化しまして、で要は伝統から切り離された豊かさだったわけですけども、不況になりまして伝統にしがみつこうと思っているこう若い、階級的に中途半端な、階級が今伝統にしがみつこうとしています。で僕としては、要はアフリカのディアボラ、離散した人間と同じように日本で、離散している世代とか階級がこれから存在していくのかろうと想定しますので、彼らの生き方を日本国内で実践するみたいなことが生き方として、進む道だろうと思います。以上です。最後にじゃあ撮影の藤田真一さんの自己紹介をどうぞ。はい、藤田と申します。今撮影しているので、ここら辺でマイク入っているかと思いますが、顔を見たい方は私インターネットにいっぱい顔写真探して見ていただくように藤田と今撮影をしております。で、昨年までですね、外資系のインターネットの企業で働いていて、今年からですね、自分でですね会社を、設立し、ビジネスを始めます。会社経営です。はい。で、私の、キーワードは変化するもの、変化しないものですね。で、僕の印象としてはその2000年代というのは、僕がそのインターネットの IT 企業に入ったのが、99年なんですよ。で実際に辞めたのは昨年ですから、まあ、僕の2000年代は、まあ、IT と共にあった。